まあ、昨日、おとといで富山ね、行ってきて、まあ毎年なんか3回くらいね、行ってたんだけど、ちょっとね、自分の、まあ、僕の都合でさ、まあ、年に1回くらいに行ってもらってるんだけども、非常にね、もうなんとかな、来るの待ってたっていう人がね、いっぱいいて、で、まあ、懇親会でね、結構盛り上がったりしてたんだけども、その後ね、まあ、昨日一応ずっとさ、個別相談やってたのね。で、まあ、この富山だけの問題じゃなくてね、まあ、ここのところちょっとね、シェフネツフェアとかさ、あと個別相談なんかね、結構来てるんだけども、こう物件のね、相談が結構あってさ、で、そのね、見てみるとさ、ね、ちょっと FCR ね、で考えると、あれ、この、FCR で、ここのエリアで買うのっていうものがね、いっぱい出てるわけ。お客さんがそれ買ってるんですよ。でね、この人たち、ね、その買った人たちはさ、喜んでるんですよ、それで。で、ね、で、この間ね、ちょっと関西の方で、相談した方はね、要するにね、前々からこうね、物件をこう探そうと思って動いてるんだけども、まあ、CF ネスさんのから連絡が来ないしね、みたいなこと言ってて、で、その人はもう物件買ってるわけね、他で。で、他で買ってるんだけども、ちょっとうちじゃ進めないかなっていうようなものなわけだよね。でさ、これってよくよく考えるとね、なんかちょっとおかしいなと思っているわけで、うちはさ、まあ、厳格にね、いろんな形でその、ね、投資分析をして、まあ、お客さんに買ってもらって、で、うちが運営してるよね。でもさ、これって確率的な話じゃないわけだよな。例えばさ、地主さん系とさ、例えばね、一般のそのサラリーマンの産経でいくと、当然だけどもローンコンスタントね、要するに年間の支払い額の要するに、さ、というのは金利とさ、その返済年数で出てくるよね。で、そうするとさ、当たり前だけどもね、安い調達ができて、で、長い年数を借りれる人っていうのは、要するにさ、FCR はね、そんなに高くなくても平気なわけ。ただこの人たちは要するに価値観ね、いわゆる今持ってるそのエリアの価値観よりも高い価値観のところに欲しいわけだね。だから今東京都内の物件というのは FCR が下がっていたり、ね、キャップレートが下がっていたりしても当然動くわけ。ところがうちの会社の中ではまだまださ、その価値観の違いというのが個別事情によってね、されてないまんま、その確率的な判断で、投資を進めることになる。そうするとある意味でさ、ね、首都圏の物件というのはだんだん売れなくなってきて、で、じゃあ、ね、ちょっとね、郊外型のものに投資しましょうって言った時にどっちがリスク低いですかってこと。で、そうするとリスクっていうのは実はここ、ね、ある意味でさ、ね、利回りが高ければリスクは高いわけだな。利回り低ければリスクは高く低いってことなんですよ。でね、選択肢の中でいろんなニーズがあるってことをちょっと忘れちゃいけないんじゃないかなっていうのを、ここ 数日、ね、いろんな人と話してて、うちだったらもう少しこういうのがあるよねって思うんだけども、でもさ、それはそれでね、その人の満足度っていうかさ、ね、要するに買った結果ね、良かったと思ってるわけで、あともう一つはさ、うちのほら CF1 のね、そのホームページに、ね、要するに買った物件のリバイがずっと出てるんですよ。そう、なんかさ、最近になったらなんか CF1 だけいい物件頭から跳ねてんじゃないのみたいなノリだろ。でもさ、内情的にはそうじゃないじゃん、ね、要するに例えばローンがつかなかったお客さんの物件なんかも、ね、もうこれ緊急的に要するに、ね、買わなきゃいけないからって買ってる物件もあるよね。物件自体がいいから買ってるわけだ。で、あとはね、ね、先ほどの話じゃないけども、僕は都心部の一等地が好きなわけじゃん。で、一等地の物件を、要するに FCR は多少低くても将来価値考えたら確実にこっちの方がいいと思ってる物件があるわけ。一部のエリアね、そこのエリアは買ってるじゃん。あと東京オリンピックのね、その影響を受けるところとか羽田空港の影響を受けるところっていうのはね、ある意味さ、ね、一般のお客さんが買わない物件でも買ってるケースがあるよね。それはさ、投資のスタンスが一般の人とちょっと違う場合もあるわな。
それは何かって言ったら、要するにさ、将来価値っていうものを見極めて投資してるわけ。だから、あの過去に買ったね、例えば、CFA に持ってる田町の物件とか、西新宿の物件とか、まあ、そういうさ、エリアの物件ね、あともう一つは、ね、横浜市内でも、要するにさ、ちょっと一般の人だと難しいような物件でも、ね、月夢クラブが借り上げられるような物件は買ってるわけだよね。だ当然、そういうそれぞれのやつがもう10年、5年前、6年前、から買ってる物件っていうのは、じゃあ例えば田町の物件ね、600、450万で買ってるものが今は880万ぐらいになっちゃってるから、当然当時買った物件と今と比べられないけれども、ただ実績は実績だからそれ乗ってるわけじゃん。それをね、見た人はなんか誤解してるみたいなこと言ってるんだけど、これは事実だからしょうがないよねと僕は思うわけだから、それは逆にね、いついつに購入っていうのを入れといた方がいいかもしれないねって思ってるわけで、ただこれからね、先で行くとね、これ一時ありました。あの、うちの会社がね、平成12年に、創業した時にね、あの、ね、キャップレートがだいたい 7.5 からさ8で買えたんだよな。でその物件を要するに買ってるわけ、ね、で買ってるんだけども、あのお客さんもそういう物件も買えてるわけだ。田町なんていう時100何個買ってたの、うちのお客さんとか僕なんかも含めてね、買ってるわけだ。でもさ、ね、それが1年、2年経った時にはキャップレートは、ね、6.5 くらいまで、ね、下がっちゃったわけで、お客さんは 8% 求めてたわけだから 8% 物件、8% 物件言ってたけども、残念だけど、要するにさ、まあ、それはしょうがないよな、キャップレートは下がってしょうがないな、物件の価格が上がったんだけども、まだ先も上がるかもしれないから買っとこうっていう人たちがどんどん買ってくれたんだよね。で、買える人と買えない人の仕分けは実はうちの中に作られちゃってる可能性もあるわけ。ここはね、気をつけなきゃダメだよってことで、あの実際ね、あの年末に、まあ、あるね、横浜市内の物件さ、ね、ね、うちが3億7000万で、買う予定のところがさ、ね、6億2000万とかで お客さん2人もついちゃったわけ。年またいだら急に市場が変わってきたっていうことがあるよね。でその時にさ、ね、ね、買うお客さんがいれば当然これはね、実績になるわけ。そうするとキャップレートも実績の積み重ねだから、当たり前だけども、ね、今まで 7% が 6.5% になった、 6.5% 売れた、そしたら今度 6% になった、 6% 売れた、ね、で 6% 売れたら今度、ね、5.5% の売れた、なるとどんどんキャップレートってのは下がるに決まってるわけで、この下がるに決まってるところをね、うちの担当者の人たちが頭の中に入れて、当たり前だけど東京都内だってキャップレートは全部違うでしょってこと。神奈川県内もキャップレート全部違うよね。地方都市は地方都市のキャップレートは違うでしょってこと。だけどこれを今度逆手に取ってるさ、業者さんが今いっぱいいるわけで、この人たちっていうのは、ね、要するにあの相場感のわからないところを優先して売ってる人がいるわけで、その人たちの問題点を僕は今相談に乗ったりなんかしてるわけで、これはね結構ね悪質だよ。でつまりね、例えばさ、ね、ワンルーム売ってる業者さんはワンルーム売ってる業者さんだな。で、ね、伊藤のアパート売ってる業者さんはアパート売ってる業者さんですよ。で、伊藤のマンション売ってる業者さんは伊藤のマンション売ってる業者さんね。あと投資家向けの要するに物を売ってる人たちは投資家向けの物を売ってる人たちじゃん、ね、そうするとここのね、要するに、ステップってものがいっぱいあってさ、突然ここでね、要するにあの能力もないのにその物件をさ紹介して売ってしまう人たちいっぱいいるわけで、それでこれをね、あの真に受けて、ね、あのね、買ってしまう人がいるわけで、蓋開けてみたらなんだよこれっていうのがようやく気がついてくるっていうね、人たちがいっぱいいるわけで、これね、よくよく考えてみると、これね、僕あの日本にはね、いわゆるさ、そのトラックレコードとかあの、キャップレートとかの概念がね、要するにインデックスに発表されてないじゃん。だからこういう現象が起きるわけ。アメリカとかね、あの、欧米だとさ、すべてね、そのエリアのキャップレートっていうものが新聞に出てるわけですよ。で、その新聞に出てるものを見ながら、ね、あの、あ、この辺のキャップレートこのくらいだな、これから下がるのか上がるのか予想するわけ。で、投資物件を買うわけ。ね、それは新聞に出てるんだよ。まあ、日経新聞の要するに株価と同じように、不動産に対する評価が全部出てるわけ。で、もう一つはね、全部そこに、この住宅については、どういう人がそこに住んでるかも全部オープンになっちゃうわけ。
だから ある意味でさ、ね、信用、いわゆる、ね、公認会計士とか弁護士なんかが住んでいるエリアで、それで年収がね、要するに1500万円以上の人が何人、ね、1000万円以上の人が何人、全部発表されてるわけ。だから、あ、このエリア、あと学校ね、進学率、ね、あとそこの学校を出た人の、要するに、また有名校のね、進学率なんかも全部新聞に発表されちゃうわけ。だから、ある意味で地域の人たちも、ね、学校よくしようぜと思ったりね、インフラ整備しようぜとか思ったりね、要するにキャップレート下げるように頑張ろうぜって思うわけで、家賃も上げるように頑張るわけだ。頑張る結果が発表されるわけ。日本は頑張る結果も何も何も発表されないじゃん。だから結果的に今のような現象が起きてるってことだから、僕たちはね、正直に話せばいいと思うんですよ、ね、本来だったら、ね、このエリアだったらキャップレートがね 5.5% かもしれないよ。でもね、これから先ひょっとしたら 5.2 かもなるかもしれないし 5% なのかもしれない。でもさ、6% になる確率がこのエリアでありますかって言ったらないわけ。だからそのエリアで 6% の物件を探そうとしても無理なわけ。だからね、一等地を買う人は一等地を買う人の中のから選んで買ってもらえばいいんじゃないですかってこと。今うちの会社1万8000人のお客さんいるんですよ、ね、実際に銀行のね、融資の承認を得たり人たちがすでに2000人以上いるわけじゃん。でこの人たちが逆に言うとね、買おうと思っているところで、そのこちら側の判断のミスによって買えない方が僕は不幸だと思いますよってこと。なんでかっていうと、これからね、このアベノミクスによって、要するに、ね、物価が高騰する確率高いわけです、ね、それは何かっていうと、もう製造する原価も消費税が、ね、プラスされている。あと今年の末には、ね、マネタリーベースがね、270兆円まで3年前の倍に持ってくるんですよ。その現象だけ一つ見たって、ね、これから先キャップレートが要するに上がることはないから、だからそこはきっちり探してるエリアでのキャップレートはもうこれなんですよという説明ができる能力をやっぱりこちら側も身につけなきゃダメだよってこと、まあ、ぜひね、そういう勉強してください、ね、お願いします。以上。